はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシです。では今回は信長の野望戦国立志伝の方ですね、プレイをしていきたいと思います。少し間延びしてしまっていて、更新頻度が遅くなってしまっていて申し訳ないんですけども、今回もね、お付き合いいただければ嬉しいなと思います。で前回、石田家と共闘しながらですね、八王子城を奪取したりしたんですが、今回はですね、いよいよ徳川宗家、本家のある江戸総攻撃を仕掛けていきたいなというふうに思っていますので、このあたりもね、ぜひぜひ注目していただければと思います。で石田勢はですね、どちらかというと今だと徳川勢の中でも、信濃このあたりで激戦を繰り広げているので、徳川勢を引きつけてもらっている間にですね、我々小早川勢としては江戸の方に兵をね集結させていきたいなというふうに思っています。では早速プレイの方していきましょう。まず江戸の方にね、兵を差し向けるにあたって、江戸の敵のね勢力なんですが、江戸城の方には兵数2万が詰めていてですね、かつ周りにも強力な城がいくつかあって、そこにかなりの大兵力が入っているという状況ですので、こちらもね全軍を持って攻めかかっていきたいなというところになります。まずは、とにもかくにも兵を江戸城に集めていきましょう。で決戦になると、ご存知の通り徳川勢はめちゃくちゃ強力なので、決戦になると正直勝ち目が薄いかなというところがあるので、あくまでもね、こちらとしては包囲戦を展開していきましょう。では早速兵を動かしていきましょう。玉縄城にね多少の余剰兵力は入ってますけど、それ以外はほぼほぼ兵力としてはもう小早川秀秋のねこの2万しかないので、うまくね活用しながらプレイしていきたいなというふうに思います。であとはなんといっても石田との同盟は絶対に切らすことができないので、そこもね注意が必要な点になってくるかなと思います。まずは江戸総攻撃です。ご命令を報告します。報告します。石田との同盟が切れそうだという話になってるんで、石田に対して贈り物を送っておきたいけど、工作54か、贈り物に感謝している信頼状態なので、この状態をキープしながら次の、贈り物を送れるタイミングを見計らっておきましょう。でそのためにはお金を使ってすかさず貢ぎ物を買っておきましょう。このあたりが苦しいところなんですよね。で徳川勢の他の動きを見ておくとだ、どうだ、この辺りはもう松の隊は引き上げさせていいだろう。伊達政宗も1500まで減ったらもう何もできないでしょう。となると稲葉正成隊この1万5000も5詰めとして江戸城に出しましょう。で小早川秀秋はやっぱり温存しておいて、玉縄城も温存ですね。何があるかわからないので。であとは戦国隊、これも江戸へ。江戸を取ったらですね、できれば江戸周辺の城もいくつか取っておきたい、そういう思いがあるので、ちょっと無理してでも出兵しておきましょう。であとは九州から兵を出しておこう。九州の兵は小早川秀秋のいる城に集結させておきましょう。これで有事があった場合もここから兵を補充できるという形を想定しておきましょう。ここがね九州から来ると本当に兵糧をガリガリ使っちゃうんですけど、そこはしょうがないところかなとは思います。では江戸総攻撃始めていきましょう。これはね合戦にするかどうかっていうのはちょっと見極めながらやりましょうか。今だと合戦にしてしまった方がいいかな。どうだろう。兵糧が83で敵が7300が迫っている。そうなると岩槻城も攻略対象になってくるよな。ただ周辺が本当に硬い、周辺が本当に硬いんで、ここは一気に合戦に持ち込んだ方がいいな。
いや、強行にした方がいいかな。兵数2万8000。かなり強力だな。味方の方が多少兵が少ないんで、ここは一旦強行にしておいて、後々兵が集まってきたら一気に決戦に持ち込みましょうか。どうしても江戸は総攻撃をして確実に取りたい。報告します。報告します。先月の石田との同盟が切れてるんで、ここで贈り物をすかさず石田に贈りたいけど、石田に対しては贈れないか。となると外交の交渉だな。石田に対して6ヶ月の同盟か。厳しいな。しょうがない。6ヶ月の同盟で我慢しよう。今は江戸総攻撃に全力を尽くしたいんで、そこは目をつぶりましょう。その上で合戦に持ち込みます。これで兵力差はどうだ。味方3万、江戸城の籠城兵1万7000ですね。まあ、ただ城門はいくつか突破できている状態になってますね、すでに。なので城門突破してあとは敵を、そうだな、攻撃できれば一番御の字かな。敵を攻撃に持ち込むっていうのが重要ですからね。縄文さえ突破すれば、まあこちらの方がね、多い分有利になるかなとは思うんですけど、ただ敵の戦闘力高いからな。攻撃隊、統率81か。まあ、ただ兵の数でご利用しできれば勝機はこちらに十分にありますね。あとは5詰めがどんくらい早く敵味方到着するかかな。あそこでね、持ちこたえられると厳しいですよね。こちらとしては兵を、まあ、部隊がいくつかある分、攻撃に持ち込んだりしたいんですけどね。で、浜松城に池田輝政隊か。まあ、これは同盟がなれば撤兵するので問題ないでしょう。そのまま放置しましょう。いやー、攻撃隊強いな。岡隊が撤兵。ただ味方に増援。よし、攻撃隊が後ろに下がってさえくれれば、こちらとしては部隊数が多い分攻撃が可能になりますからね。さらに奥義一戦が発動したか。ここで奥義一戦が出てくれるとありがたいですよね。これで勝負ありですね。時の声も出して、味方の残りの兵力2万2000、これで江戸城を攻略。どうする。小早川秀明を江戸に移すっていうのも一つの手ですよね。ここまで来るとあとは周辺を攻略していきましょう。承知いたしました。周辺に対して兵を送り込んでいきます。小早川じゃないな、石田が微妙な状態になってる。ちょっと待って、石田はどうなってんの。石田は敵になっちゃってるけどさ、なんで断絶になってんだよ。これがほんと毎回意味わかんねえよな。本当に意味がわからん、石田に関して言うと。ここでさ、仲間割れする理由あるっていう感じするんだけどな。しょうがないな。ここはしばらくの間は工作ではなく朝廷外交を繰り広げておいて食い止めるしかないですね。で、その間にどうする。そういうわけわかんないことするんであれば、こちらとしては池田輝政を滅ぼしておこう。池田の本拠地を叩こう。
まりました。いやー、ただここでなー、石田勢と本格的に敵対するっていうのは自殺行為だからなー、考えもんですね。本当に6ヶ月間の猶予があるとはいえ、承知しました。出陣しよう。出陣します。戦場へ参る。お任せください。いざ参ろう。みんな遅れるな。いやー、本当にどうするかだな。報告します。先月の収支です。報告します。一番恐れてるのがやっぱり。石田勢との絡みなんですよね。石田をどう扱うか。まずは池田輝政を完全に滅ぼしてしまって、もうあそこがね少し邪魔な点だったんで、あそこを完全に亡き者にしちゃいましょう。その上でだ、その上で関東一帯に出兵しているこちらの方もある程度蹴りをつけていきたいですよね。そうすると贈り物が贈れる状態になるのはまだ先か。工作ももちろんできないとなると、やっぱり朝廷外交に頼むしかないんだな。9ヶ月かかる。それまでにある程度決着をつけておきたいな。出陣する。逃げ道は与えぬ。どんどん行くぞ。どん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 、削っていきましょう。強行に強行を重ねて削って削って削りまくろう。急いで。その上で池田隊だよな、この池田隊。いやでもな、石田とここで手切れしたっていうの本当に痛いですね。てか何なんだろうな。だってさっき間違いなく交渉の6ヶ月間の同盟の使者送ったじゃないですか。しかもその直前まではこちらの、まあ、いわゆる贈り物外交に感謝の意を表明してましたよね。いや本当に参るよな。とはいえもう石田と交戦状態に入らざるを得ない状態になってしまったんで、いやかなりね気を使っていたというのはあったはずなんですよ。かなり気を使って、それこそ問題が起きないように問題が起きないようにという形で石田に対して贈り物まで送って、媚びへつらっていてこの有様だからな。とはいえ石田と戦いつつ徳川とも相手をするっていうのは不可能なんで、石田とは折り合いをつけながら、徳川を滅ぼしていくっていうのが先になりますよね。いや戦略的にかなり厳しいな。石田とここで手切れはきついな。石田としてはもう周りに徳川か我々かしかいないんで、確実にこちらに宣戦布告してきますよね。いや石田とここで先端を開く羽目になるとは思わなかったな。どうするかだな。本当に悩ましいですね。完全にここはもうこちらのマネジメントミスだな。とはいえね、ご覧いただいてた通りかなり気を使っていたんですけど、とりあえずはその同盟が切れるまでにしっかりと周辺、江戸周辺の平定に努めましょう。そっからだな。で、あとは池田を叩いておく。ここは捕獲したりされたりか。で、内藤隊は江戸城に来ると。これは玉縄城から兵を出して、玉縄の兵で賄おう。
我が策、戦場を制す。江戸城に人が入っていないのか。それはそれで微妙だな。養生を始めます。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。これは本当に戦略の見直しが必要かもしれないな。大石郎、逃げるなら。よし、吉田城は取ったね。捕獲した。まあ邪魔くさかったんで、これはしょうがないといえばしょうがない。で、小早川秀明は急いで江戸城に転戦しましょう。江戸城が危ない。城へ戻る。騎乗する。下田は取ったか。あとはこの房総半島だな。この辺りが少し兵糧が乏しくなってきてる感じがあるね。久留里城も取っておきたい。で、あとはそうだな、光力がここ岩槻に戻ってますね。で、境隊の入っている川越、ここも厳しい戦いになってますね。で、真田 VS、徳川 VS 石田。このあたりがね、しっかり徳川 VS 石田っていう状態が続いていれば、本来だったら石田家は、こちら小早川に喧嘩を打ってくるってことはないと思うんですけど、いかんせんこのね、畿内一帯があるんで、いやー、これはなー、その停戦明けで一気にこの機内に集結している石田隊の部隊が、中国播磨方面に展開しているこの散り散りになってる小早川家の軍勢を食うんじゃないかな。で、毛利がどこまで頼りになるかというとクエスチョンだしな。いや、石田には期待しない方が本当に良かったなって今更ながら思いますね。これ一度ここまで食い散らかしたのに九州に戻らなきゃいけないっていう可能性すらありますよね。どうするこれ、本当に参ったな。とりあえず兵を戻しておきたいけどな。まずはクルリ、それとあとは結城から立山を奪いましょう。そっからだな、まずは。いや、遅れるな。敵将捕らえたり。敵将お待ちした。逃げ道は与えぬ。敵将お待ちした。よし、クルリ城取りましたね。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。クルリを取った部隊で、すかさず、かしこまりました。万騎城を攻めましょう。いや、待て、江戸城がここまですり減ってるって話は聞いてないぞ。江戸が持つのか、これ。いや、江戸が持たないんじゃないか。間に合うのか。せっかく取った江戸が奪われるっていう事態は避けたいけど、とりあえず浅野行長隊を江戸城に急ぎ派遣しましょう。江戸が持たないというのは避けたいですからね。せっかく取った江戸が奪還されるというのでは話にならないので、
何、江戸が奪われたか。いや、江戸の争奪戦が始まるな。本当に江戸の町が戦火に。命にせな、生きるのだ。包囲せよ敵将、捕らえたり。戦火にこうね、燃えちゃいましたね。報告します。報告します。先月の終始です。報告します。で、稲葉隊はね、もう存分に戦ってもらうしかないんで、どんどん治療を与えて、どんどん武将を与力として与えていきましょう。で、待つのには浜松吉田城か、池田から分取ったところですね。で、そろそろ本当に石田との外交が切れるんで、石田に対してできないな、残り2ヶ月間か、厳しいな。贈り物も贈れないよね、もちろん。どうするか、ちょっと難しい舵取りだな。とりあえず江戸の奪還を目指していきましょう。元桜は元桜のまま放置しておいてだ。戻ります。戻るぜ。包囲します。お味方、討ち死に。ただでさえ武将の数が少ないのにな。お任せください。いや、江戸の争奪戦が始まったな。江戸の争奪戦は絶対に勝ちたいし、何よりもここに来て、よし、一等級差し上げましょう。これで一旦石田家との信頼関係を取り戻して、かつ石田に対しては工作を打とう。2しか上がらないの。2か。2はきついな。朝廷外交は忘れずに入れておこう。5ヶ月間ある。一等級の加護を差し上げよう。小早川秀明の2万が消えたな。そうなるとだ、残りの軍勢出せるところ、どこに何が入っているかだけど、どうだ、今すぐ出せる兵力ある？立山城か。ここには人がそもそも入ってないな。与力で、いや違うな。まずは、結構ね、テンパってきてますね、本当に。ただ、一旦ね、石田とは、停戦。信頼状態取り戻したので、少し落ち着ける要素は出てきましたよね。となると、やっぱり江戸城の奪還だな。江戸城の奪還。ライレンを江戸城に派遣して、何としても江戸城を取り返そう。江戸の争奪戦は必須だからな。で、石田は信頼状態にある。向こう6ヶ月間ぐらいは少なくても気にしなくて済むはずなので、舞台もちろん迂回させるよ。迂回させるし、今こいつは何をしようとしてる。帰れ。ちょっと待って、出ちゃったか。信頼してくれてたんじゃないの。マジか。
マジかマジかマジか。いやー、信頼してたんじゃないのとしか言いようがないな。待ってくれ、本当にやばいな。こうなってくると、今手持ちで和解停戦何もできない、かつ一気に江戸を攻めている部隊も心もとない。どうする、どうすればいいんだ。本当にピンチだな。和歌山城が危ないな。和歌山城か。ご命令を報告します。先月の終始です。まずは、まずは援軍の要請をしていく。どこに敵が迫ってきているのかっていうのを見極める必要があるよね。まずは和歌山城だよね。一つは和歌山城で、清洲城も危ない、名古屋も危ないか。どうする、本当に打つ手がないな。あとは外交状態で見てみると、朝廷外交はあと4ヶ月もかかるか。で、交渉は交渉の余地なしか。工作はただできるところはやっておかないと危ないな。まだ諦めるのは早いですからね。4ヶ月間粘ればまだ勝機がある。清洲城を攻略してくる部隊がいるんで、これを大谷隊とともに守りきればいいわけだろ。なんとかなるんじゃないか。いや、なんとかしよう。できれば城は一個も失いたくない。とにかく和歌山城に兵を出して4ヶ月間しのごう。頼みは大谷隊ですね。大谷隊が、清洲城に救援に来てくれるかどうかかな。乾城か。この辺りは危ないな。かしこまりました。戦場へ参る。4ヶ月間持ちこたえてくれ。4ヶ月間いや、徳川と手を組むっていうのも本当に真剣に考えなきゃいけなくなってきたな。岡崎城に2万1000の兵が向かっていると。岡崎に2万1000か。岡崎に2万1000岡崎に2万1000岡崎に2万1000を支えられるかって話だな。残り4ヶ月間とりあえず一旦兵を岡崎城に集結させよう。江戸は今江戸にいる部隊だけでなんとか制圧してもらうしかない。清洲に48,000、八王子城に31,500、くるりに39,000。くわー、何なんだこの状態。援軍の要請できるのはどこだ。今援軍の要請する場所ないな。どうする。和解できないな。くそー、苦しいな。本当に苦しい。清洲城にさらに11,000、名古屋城に12,000。まあこうなるよな。2ヶ月間持つとも思えないな。
まずは江戸をしっかり取らないとダメだけど、江戸も危ないしな。江戸も取れる気がしない。江戸の攻防も敗戦だな。ちょっと一旦江戸からは兵を引こう。石田にちょっと集中しないと危ないな。いや石田マジ何なんだよ本当に。さてどうするかな。ちょっと各国の戦況を確認しておきましょう。まず江戸は兵を引き上げるしかないですね。で八王子に対して4万の軍勢だったよね。ですでに先端の開かれている清須名古屋、この辺りはかなり劣勢だな。まあ敵は総勢約10万ぐらいの軍勢で多分攻めてきますよね。今ざっと見えてるだけで10万近いですからね。大谷勢1万3000がまあ向かってきてくれてはいるけど、まあ、正直焼け石に水だよね。あとどんだけかかるんだ。朝廷外交が完了するには3ヶ月持つのかな。いやーここに来て一気に苦しくなったな。はい、というわけでですね、時間が30分ぐらい経ってますんで、続きが非常に心配で、心がふわふわ落ち着かない状態になりましたけど、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきましょう。兵糧も4万まで減ってるな。森と鉄はいっぱいありますけどね。森というか木材と鉄はいっぱいありますけど、いやちょっと本当に打つ手がないんでどうしようか考えものですね。まずは3ヶ月間耐えられるだけ耐えて、まあ、できれば城の損失は3つぐらいに抑えたいですね。ただ徳川勢の反撃も始まってるので、せっかく取った八王子周辺が失陥する恐れがあるんで、小田原を絶対防衛ラインにしましょう。対徳川に対しては。で、石田に関してはもうしょうがないかなっていうのがあるので、尾張を失うのは覚悟しましょう。いや、本当にな、何なんだよって感じするけどな、石田に関しては。ここまで支えてきたのに。はい。というわけで、ちょっと最後、愚痴っぽくなっちゃいましたけど、兵糧もお金も、そして兵もないと。かなり厳しい状況ですが、次回この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。